プロシアの歴史2430年戦争準備編その後ハンガリー・トランシルバニアの歴史ステフェン・バトリーからシゲスムンド・バトリーまで前回はローマ属州時代のダキアカルパチア山脈の鉱山資源をめぐる争いそしてそこに端を発したと思われるダキアとゲルマンの歴史背景の違いについて考えてみました。今回はそこから30年戦争の頃 西暦1500年代中盤にまで時代を一気に下ろうと思います舞台は変わらずハンガリー・トランシルバニアです30年戦争準備編としてのハンガリー・トランシルバニアの歴史ですこの振り返りの起点をステフェン・バトリーの結婚に設定しようと思います終点はプロシェの歴史21 30年戦争準備編として並行して話を進めた新生ローマ帝国の歴史 アウグスブルクの平和からンテ天条約までに揃えてンテ天条約までにしようと思いますハンガリーは1568年ハプスブルクとオットマンとの取り決めによりロイヤルハンガリーとトランシルバニアに分割されましたトランシルバニアはオットマン領内の自治国となりましたロイヤルハンガリー王にはハプスブルクの人間が即位しトランシルバニア王には ハプスブルクとの関係を考慮しつつもオットマンとの関係を重要視してハンガリー貴族の何がしかが議会によって選ばれていたようですこの時のトランシルバニア王はステフェン・バトリーでしたステフェン・バトリーはもともとトランシルバニアのボイボドでしたボイボドという聞き慣れない言葉ここではオットマンの承認を得た地方の王と解釈しようと思います 正確な定義からは外れるかもしれませんが、ボイボドを神聖ローマ帝国のマグレブやランドグレブに相当したオットマンの地位だったと捉えると、30年戦争の歴史がより容易に理解できるような気がするからです。そのステフェン・バトリーが1576年、ポーランドのアナ・ヤギエロンと結婚しました。ポーランドとトランシルバニアが婚姻関係を結ぶに至った理由を、ポーランドとトランシルバニア、 それぞれぞの思思惑から考えてみようと思いますこの結婚を望んだポーランド側の理由はポーランンド王にヤギエロンの血統を復活させることとだったと思います1572年アナ・ヤギエロンの兄ポーランド王シギスムンド2世アウグストスが子供のないままに亡くなりましたその後議会によってポーランド王に選ばれたのはフランスのヘンリー3世でした ポーランド王におけるヤギエロンの決闘が途絶えてしまったわけです。そこで彼女はスウェーデンに嫁いた妹の息子、自分の老いをポーランド王にする時間を稼ぐ目的でステフェン・バトリーと結婚したようです。結婚当時、アナ・ヤギエロンは53歳でした。次にトランシルバニアの思惑を考えてみます。ステフェン・バトリーがアナ・ヤギエロンと結婚したのは、 バルト海と黒海を連結する陸路にポーランドの農業力とトランシルバニアの工業力を掛け合わせてハプスブルクやオットマンに対抗しうる強大な勢力圏を作り上げようという構想をポーランドとトランシルバニアが共に抱いたからかもしれません結婚を機にステフェン・バトリーはポーランドへ移り住みそこでポーランド王とトランシルバニア王を兼ねました 空いてしまったトランシルバニアを管理することになったのは彼の兄、クリストファー・バトリーでした。この時のロイヤル・ハンガリー王はハプスブルク神聖ローマ皇帝ルドルフ2世でした。この時の支配者状況をまとめます。ポーランド王とトランシルバニア王は弟、ステフェン・バトリー。トランシルバニアのボイボードは兄、クリストファー・バトリー。 ロイヤル・ハンガリー王はハプスブルク、神聖ローマ皇帝ルドルフ2世。こういう状況だったと思います。弟、ステフェン・バトリーがポーランドへ移ってしまったのが兄、クリストファー・バトリーがトランシルバニアを支配することになった要因だったとは思いますが、バトリー兄弟による分割支配にはそれ以外にも理由があったように思います。というのは、トランシルバニアはハプスブルクとオットマン、 という二大勢力の間で、バランスを取りながら生き残りの道を探ろうとしていたように思えるからです。ハプスブルクと応対するには、ポーランド王であった弟、ステフェン・バトリーが都合がよく、オットマンと応対するには、オットマンのボーイボードであった兄、クリストファー・バトリーが都合が良かったのだと思います。そして、1586年、ポーランド王であり、トランシルバニア王でもあった、 弟、ステフェン・バトリーが亡くなりました。彼がアナ・ヤギエロンとの間に後継者を残すことはありませんでした。ポーランド王とトランシルバニア王は、同一人物ではなく、別々の人物に引き継がれました。それぞれ誰に引き継がれたのでしょうか。ポーランド王から見ていきましょう。ポーランド王には、ポーランドとアナ・ヤギエロンが計画した通り、 スウェーデンから呼び戻されたシギスムンド三世バサが即位しました。シギスムンド三世バサはスウェーデンからポーランドへと拠点を移し、ポーランド王とスウェーデン王を兼ねました。正当なスウェーデンの後継者がポーランドへ行ってしまったわけです。しかも彼の妻となったのはハプスブルク、フェルディナンド二世の兄弟姉妹でした。結局、後年スウェーデン王は彼の叔父、 チャールズ旧世にとって変わられることになりました。次にトランシルバニア王が誰に引き継がれたのかを見てみましょう。その前に、この時のトランシルバニアという土地を3つの勢力の視点から眺めてみようと思います。1、ハプスブルクにすれば、いつかはトランシルバニアをハプスブルクのものとし、ロイヤルハンガリーとトランシルバニアを一体化させ、オットマンへ対抗したい。 とと考えていたと思いた思ます 2, 2オットマンにすれば青い奥羽神聖ローマ帝国をもオットマンの支配下に組み入れようと考えていたかもしれません。というのはこの時代にはすでに新世界でポトシ銀山が発見されていました。仮にオットマンにも新世界への野望があったとします。イスラムはイベリア半島を失っていました。 オットマンがローマの海である地中海を抜けて新世界へ向かうのは難しかったと思います。どこか大西洋につながる港をオットマンが手に入れようとするなら、第一候補はオランダだったかもしれません。オランダはすでに東インド会社の運営を開始していました。そして西インド会社の設立は12年間の休戦のためにハプスブルクによって中断させられていました。オットマンはハプスブルク、 そしてその背後にある神聖ローマ帝国をオットマン帝国の支配下に組み入れられればオランダを手に入れることができるそう考えていたのかもしれません。3ハンガリーにすればロイヤルハンガリーとトランシルバニアを再統一しハプスブルクとオットマンの間でバランスを取りながら生き残りを図りたい。 最統一が難しければトランシルバニア単独ででも自主独立の道を探りたいそう考えていたように思います故に誰がトランシルバニア王を引き継ぐかはトランシルバニア自身に思い描く理想像があったとしても常にハプスブルクとオットマンの介入に結果を大きく左右される事態を招いてしまったようです誰がトランシルバニア王を引き継いだのか その答えはシギスムンド・バトリーでした。シギスムンド・バトリーはトランシルバニアのボイオードであった兄クリストファー・バトリーとエリザベス・ボックスケイの間に生まれた男子で、ステフェン・バトリーにとってはおいにあたる人物でした。最初にトランシルバニア王に即位したとき、彼は13歳でした。彼の補佐役には後に登場することとなるステフェン・ボックスケイも含まれていました。ちなみに、 シギスムンド・バトリーはステフェン・ボクスケイにとってもおいにあたる人物でした。彼の母親がステフェン・ボクスケイの姉だったのです。今回は以上です。ありがとうございました。